金沢競馬第10競走今日のメインレースです。重賞です。 JBC スプリント指定競走北陸4県畜産会長賞第9回オータムスプリントカップ東海近畿中国交流距離1400m 9頭で争われます。枠入り8頭ゲート内。名古屋の勝代トワイニング9頭目9番ゲート今収まります。これで枠入りが完了。スタートしました。ほぼ揃いました。ジャングルスマイル少し押していますが、その内側2番の西野コンサフォス前に行きます。間からは3番クレイアートビュン、それから5番の名村大吉、7番エイシンタイガーまで5頭ほぼ横一線で1コーナーへと差し掛かります。1番ダイワレギオンがその後ろ6番手、あとは離れて後方バラバラ、6番のレッドブリッツァー、8番東北美人、9番カツヨトワイニング後ろから。前はこれから向こう上面、西野コンサフォスリードを取りましたが首ぐらいです。ジャングルスマイルは2番手から、名村大吉3番手、前の3頭固まって800メートル切っていきます。その後ろが離れ始めた、3馬身、4馬身。クレイアートビューンは交代して代わって、エイシンタイが上がっていきまして、今4番手に押し上げて前の3頭を追っていく。離れて1番、ダイワレギオン。あとは後方、大きく遅れて6番のレッドブリッザー。そして東北美人とカツヨトワイニングは後ろから。前は3コーナーです。西野コンサフォスは遅れ始めました。前は2頭馬体があって、ジャングルスマイルと名村大吉、2頭は差がなく400を切りました。エイシンタイガーが今外から3番手に上がってくる。西野コンサフォスは4番手に交代です。前は今度は外から5番の名村大吉、かわしきって先頭に立ちました。名村大吉ここで先頭です。ジャングルスマイルどうした。ジャングルスマイル伸びがない。外からエイシンタイガー、そしてもう一度西野コンサフォスが襲いかかってくる。レッドブリッツァーも伸びてくる。突き放した突き放した。3歳馬名村大吉圧勝。勝ったのは名村大吉。なんとジャングルスマイルは伸びませんでした。勝ったのは5番の名村大吉です。中川雅之騎手ゴールで大きく右手が上がりました。5番の名村大吉が勝ちました。3歳馬名村大吉が金沢の絶対王者ジャングルスマイルを大きく突き放してみせました。勝ったのは5番名村大吉。ジャングルスマイルは2着。そして3着以下の争いですが、2番の西野コンサフォス、7番エイシンタイガー、差がなく追い込んだ8番東北美人、内からは1番ダイワレギオン、9番カツヨトワイニング、6番レッドブリッツァーまで固まって6頭ほどの3着以下の争いは大混戦です。勝ったのは5番の名村大吉。金沢の名村大吉が第9回オータムスプリントカップを制覇しました。4番ジャングルスマイルは2着3着混戦です。お買い求めの勝ち馬投票券、着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。